がとうございます。昨日はフリーだったんですけど、今日はリハーサルで、はい、投資とかもあったんですが、はい、今日もいっぱい汗かけました。新しいお仲間さんです。毎日会えて私も嬉しいです。ありがとうございます。中川さんのご紹介は、そうですね、夕ご飯食べます。なんかお昼はすごい遅くて、あ、食べてないのかな。あ、そうですね真っ白白、なんかそうですね、こう守白飛びをこう守ってくれてるんですけど、あの、はい、白駒さんがあのすごい、そしてものも白いのでより光ってますねはい、あ、そうですね、緊急事態宣言もすごく延長とかもね、残念なんですが、一緒にはい、こう健康に気をつけて乗り越えましょう。大阪で、あ、ゼップツアーですかね。ありがとうございます。そうですね、チームエースは大阪に行かせていただきます。お餅ネギトロ、おー、チーズしますか。あ、はい、嬉しいです、ありがとうございます。袋見てすげー綺麗。あ、アメブロさんですかね。今はあのデッサン勉強の、はい、記事をアメブロさんに書かせていただいてます。白クマちゃん、そうです、白クマちゃんです。そうです、今日お好み焼き食べました。最近あのすごい、そうなんですよ、ハマってたから、そうだ、食べちゃいます2回目ですかね、間に合いました。あ、ありがとうございます。嬉しいですよねあ、そうです、今日ソリューちゃんと一緒だったので、ソリューちゃんと写真撮って、そうなんですよ、レッスン終わりですね。髪の毛切ってきました。一緒に行く準備。わー、準備。すごい、髪の毛まで。ありがとうございます。嬉しいです。暑くなるよ。あ、明日暑くなるんですね。今日は天気がね、あれ、ちょっと曇りだったね。ね、あんまり暖かくはなかったですが、明日暑くなるんですね。気をつけなきゃですね、寒暖差が。激しいので、そうです、このお仲間さん、あ、ここ、あ、ここ、ここ色がちょっと分かりますね。耳がちょっとピンクですね。うーん、そうですね、雨が降ると寒いので気をつけなきゃですね。ひげちゃんのこと、そうです、 ありがとうございます。はい、あの誰にも取ってみて、はい様子をね、伺ってみたいと思います。さっき言いました、うーん、皆さん雨も気をつけてください。あ、時は寒いくらいだったんですね。口はない子ですねそうです、すみこ暮らしのあの、はい、子ですね。白クマさんです。モフモフしてます。でもちょっとサラサラのモフモフですねモフモフ的にはあ、中だったら、うん、ちょっとフェルトっぽい、フェルト、うん、みたいな、そんな感じなので、モフドは60ぐらいですかね。でも気持ちいいです。はい、雨が降ってこい、思い出す幸せな気持ちになります。嬉しいあー、セットティッシュ着ようって、嬉しい、ありがとう。で、普段も着てくださって嬉しいです。そう、白クマさんです。耳はピンクで、そう、すみこ暮らしさんのこうぬいぐるみはですね、こう、そう、こう前手をこうこうしてるんですけど、ポーズも可愛いですよね。後ろは尻尾ついてまーすかわいい、真面目に答えるそうですねはい、あ、ブラスミ T シャツ着てもいました。おお、ありがとうございます。ちょっとかわいいですね。なんかなんていうんですか、なんてこれ、そうな、紹介のやつもついてて、ちょっと読んでみますね。そう、ちょっと白クマさんのことが書いてあるので、
あ、毎日夜もご苦労様です。あ、こちらこそありがとうございます。さん、かわいい。ありがとうございます。お手手ですね。はい、この白クマさんは隅っこリストだそうです北から逃げてきた寒がりで人見知りのクマさん、あったかいお茶を隅っこで飲んでる時が落ち着くそうです。隅っこリストによると、はい隅っこでお茶を飲みたいですね、こんな感じで白クマさんだけど寒がりで、白クマさんは猫が好きなの。あ、そうなんですね。好物なんですかね。さんちゃん誕生日プレゼントありがとう。こちらこそこれから支えてあげてくださいね。あ、メール読んでくださったんですかね、ありがとうございます。そうなん、ちょっと早めなんですけど、今日そうレッスンの時にあのさんちゃんにも事務所あのレッスン場で会えて、はい、誕生日プレゼントちょっと早いんですけど渡せました。はい、そうなんですよ。この前にじゃないよの時になんかそうチョコレートが好きっていうのを聞いて、そしてはい、なのでモルドフさんのチョコレートもプレゼントしてすごい喜んでくれて、今日は緊急性公演で出演したみたいなんですけど、あの声終わりとか楽しみにして頑張りますねって言ってくれてはい、私とキスを早速見てくれて嬉しかったですねあとはなんか顔のパックとハンドクリームプレゼントしました。興味くれました。うーん、ありがとうございます。そうですね、甘いチョコレートです。おそらくでもねしたいですね。うーん、そうチョコレートが好き。なんか三月さんがそのお誕生日のケーキをこう用意してくださってて、なんかそうさんちゃんこう選んでいいよって三月さんがこう私そうこうケーキを 何個かあって、はい、選ばせさせてもらってたんですけど、そうチョコレートケーキ選んでてそうチョコがすごい好きみたいです。そう、え、一番でしたかね。ちょっとなんかそう当日そう会えたり、15日の東海で会えるかなと思ったんですけど、そのやっぱ遅れちゃうので、はい、あ、虫さんが嫌だー、いやーいやー、やさんちゃんはですね、この17歳になるみたいで、はいあのね、若いですよね、すごいかですかねはい、ちょっとそうなんですよ、わーってなっちゃうんですよね。うっさんはちょっとそう苦手なんですね、こうわーってなっちゃうので、そうなんですよさんちゃんすごいシャッフル公演頑張ってた、あーベストブレ公演ですよね、すごい楽しかったって言っててね、私もさんちゃんとも公演出たいですね。いつも違います、すごい大人っぽいですよね私の方が幼く見えるんですがそうなんですよ、はい、このもんの日、そうなんですね。うん、あ、そう、メールでは虫さんのこと書かせていただきましたね。そう、だんだんね、あの虫さんも増えてきますよね。そうです、お母さんがそう退治してくれますねそうなんですよあ、この間母ちゃんも配信中虫さんがそう、やっぱ出てきますよね。そうなんですよ、あー、エスコアにもそうですよね。うん、私に出てみたい、研究生公演も出てみたいんですが、いろんなラムネの飲み方公演とか制服の名公演の曲とか結構いろんな曲が入ってますよね、出てみたいです。いや、グローインアップ公演ですか。
してみたいです。お母さんありがとう。あー、さんちゃんとギターの、確かにそう、ギターは全く最近できてないんですけど、そうですね、いつか確かにできたらいいですね。そう、作詞もしたいんですが、なかなか追いつきませんね。ギガセコンもすごいいいですよね。16日、確かに私もちょっと心配ですが、無事に会社に乗って、うん、そしてね、皆さんで健康でこう無事に終われることを祈ってますがね。え、嫌ですね。遅くなりました。あ、大丈夫ですよ、ありがとうございます。ギタニアは、はい、あのお家にあります。最近それにできてないんですよ。こんばんは、ありがとうございます。元気ですよ。え、元気ないの見えましたか。すいません、ちょっとミスさんに気を取られてしまいました。人生を変える、ねえ、これも、そうですね、声とかなくなってほしくないですね。私もでも気をつけます、より。ねえ、無観客とかになってもちょっと悲しいですよね。俳句や短歌もすごい難易度が。東海とか前の、でもその時々ですね。その時々な気がします、連絡。はい、そうですね、前向きに配布配信とかは、はい、前にさせていただきますので、ご見に来ていただけると嬉しいです。たんちゃん喜んでくれて、なんかそうね、私もレッスンはがちょっとそう伸びてしまったり、たんちゃんもここへ行く前だったりして、ちょギリギリだったんですけど、はい、直接渡せて、そう、喜んでくれてよかったです。食べてくれたかな、どうだろう。はい、アルコール消毒、手荒れはしてないですね。クリーム塗ってるからかな。はい、大丈夫です。はい、ダニャーって、すごい、ありがとうございます。ねえ、無事に開催してほしいですね。本屋が素敵なこと、本当ですか、ありがとうございます。毎日おしまいないで幸せです。私もでもこう、はい、でも疲れてる時とかでも、なんかこう私も自身もすごい、皆さんとお話できてすごく、はい、元気いただいて頑張ろうって思えてますし、なんかショールーム配信させていただくとすごい私自身も楽しいので、はい。これからも皆さん、そう、見に来たい時見に来ていただけたらなって思います。昨日制服の写真、あ、そう、縦長サムネみたいなツイッターさんでなんかできるように昨日からなったので載せてみましたが、あ、ちゃんとできてよかったです。普通に縦の写真を1枚だけアップするとできるんですね。はい、私もちょっとできるか分からなかったんですけど、やってみました。はい、できる希望、嬉しい、ありがとうございます。私も今日は感染、そうですね、気をつけます。皆さんも気をつけてください。もう5月ですよ。あ、違う、経っちゃいました。636日連続ありがとうございます。結構そうですね、徐々に、でも1000日までまだまだですね。4桁いきたいですね。ありがとうございます。今日も本当は歌わせていただきます。はい、今日もリクエスト曲です。
だいぶ前になるのかな、結構前に歌わせていただいたことがある曲なんですが、久しぶりに歌わせていただきます。髪の毛を流せ、ああ、イカさんぐらい、確かにそうですよね。そこもう少し2年、おーおおお、すごい嬉しい。そうですね、大保護さんもはい、やらせていただきます。ありがとうございます。あ、マジスクロックンロールも、はい、マジのてっぺんブルース、私ごめんなさい、勘違いしてはい、セリフが少ない方ですよね、すいません、また、はい、そちらも出していただきます。365日、2年は20日、あれ違うな、720日ですか、で2年ですか、あれ違いますか分かんないですはい、ではイヤホン出していただくんですが、あ、30日、ああれ計算が2612、あれ30 2612、あ、そうだ、10を足さなきゃいけないんだ、あ、5、あ、なるほど本当730日でした、すいません、惜しかったですねはい、ありがとうございます、もう少しですね、嬉しい、やった、では、用を出させていただきたいと思います。音がうるさいので音量を気をつけていただけると嬉しいです、よろしくお願いします。近いから OK、 優しい計算ミスですね、730日、はい、では、いきますね、いきます、大丈夫ですかね、ダップでした大丈夫でしたかね、では音量もチェックさせていただくので、また音量気をつけてください、ではいきますね、あげます、あ、オイクスでしたでは、はい、好きな音量にしていただいて、曲を入れさせていただきます。久しぶりに歌わせていただきます。前に歌ったことあるんです。あれ？あれ？あれ？これかな？はい、入りました。では。したいと思います、今日も下手かもですが頑張って出していただきます、頑張りますでは聞いてください、いきます、どうして知らぬ間に林に
気づいたら大人と呼ばれて、ものばかり言いふりをしてるけ、今鏡に映ったその姿は本当になりたい自分だったか、太陽は雲があったってどんな時も存在する、僕が欲しいものとは決して譲れないものだ、あの日心震えた憧れか、手を伸ばし諦めて、それでもまた夢見て、そんな欲望だけが教えてくれる、夢なんか見なければ傷つかないのに、夢を見なきゃ生きられない、僕が欲しいものとは挫折した暗闇で何度助けられたか、あの光とは生きること、未来が続く限りずっとチャンスはあるよ、ああ、僕が欲しいものとはたった一つ願うもの、ずっと追い求めてるあの夢か、人混みに3回くらい間違えちゃいましたが、はい、すいません、ありがとうございました。聞いてくださって、このカラオケで歌ってみて、おー歌ってみてください。はい、次に歌詞がいいですよね。ありがとうございます、リクエストも。はい初めて、あ、本当ですかねー、嬉しい、勝ったよ白熊、あ、よかったですかありがとうございます。あ、高音が、あ、本当ですか、出てましたか、よかったです笑顔が、ありがとうございます。チャイナークですかわあー、かさやかさん、ありがとうございます。うん、そうですね、だいぶ前に歌わせていただきました、今日もありがとうございます。ラストアイドルさんですねの曲です。はい、そうですね、白クマ、わかりやすい、わかりやすい感じですかね、白クマニャン白クマニャンうん、あ、ラストアイド
じゃあ脳症も、あ、なんかそうですよね、でも最初の辺そうなんですよ、見てました。はい、白クマには普通すぎますかね。白クマ、何がいいですかね。ブラックマン、確かに白クマ。ミニマリちゃんでも、そうですね、ミニマリちゃん、白クマ、白クマ、白クマさんにさせて、あ、さん、白クマにさせていただこうかなと思います。これからもよろしくお願いします。白クマ、白クマ、白にゃん、あ、しく、しくにゃん、おー、略してチーム、なるほど、しくにゃん、白クマにゃんにしようかな。白クマにゃんにさせていただきます。はい、ありがとうございます。あのアドバイスもありがとうございます。はい、白クマにゃん、白クマにゃん、これからもよろしくお願いします。はい、では発動させていただきます。今日は白クマにゃんがのご紹介をさせていただけたので、クマっぽく行きたいと思います。クマっぽく。はい、では行きます。あ、ひらがな、そうですね、ひらがなが可愛いですかね。全部ひらがなで白くまにゃんでお願いします。はい。では行きます。隅っこでお茶を飲むと落ち着くそうです。では行きます。行きまーす。ゆくにゃーん、ゆくにゃーん、ゆくにゃーん、ビーム、うわーからのー、白くまにゃん。白くまにゃんできてるか、見えてない。あ、ちょっとうまくいかなかったですね。距離が近いからか。白クマにゃん。見切れてましたね、すいません。あ、本当ですね、縦長だったらいけますね。本当だ、ありがとうございます。白クマにゃんでした。はい、1555人の方もありがとうございます。では、はい、今日はでもちょっと夜は冷えてますかね。気温にも気をつけてください。皆さん今日もありがとうございました。皆さんゆっくり休んでくださいね。明日もそうですね、はい、ぜひお会いさせていただけたら嬉しいです。明日もお待ちしています。皆さんありがとうございました。白くまにゃんでした。明日もお待ちしてます。そうですね、皆さんも風邪とか感染とかも気をつけてください。あれ、あ、ありがとうございました。せちゃこ、ありがとうございます。